ジョアンパオロリまでオリベーラは、ブラジル人のレーシングドライバー。日本では、ジョアオと読まれがちだが、ポルトガル語では、母音の上にがつき、かつその次がオーの場合は、N 発音となる。フォーミュラ日本のマシンに乗るオリベーラ1997年に、カートレースを1年だけ戦い、1998年には、地元ブラジルのニューモンフォーミュラに出場。翌年から2005年までは、 各国の F3 に参戦していた。参戦シリーズは、1999年から南米、2001年からドイツ、2003年からイギリス、そして2004年から日本で走ることになり、2005年に全日本海産のシリーズチャンピオンとなった。2006年からハセミモータースポーツより、スーパー GT に参戦。全日本選手権フォーミュラ日本には M、M& オーイズチーム5次元から最終戦のみ、スポット参戦し、堅実な走りで8位完走を果たしており、5次元の木の下マッサハール監督からも、高評価を受けた。2007年からは、近藤正彦率いる近藤レーシングより、フォーミュラ日本とスーパー GT にフル参戦し、スーパー GT 第4戦セパンラウンドで、初優勝を果たした。2008年も、同体制を継続し、 スーパー GT 第4戦セパンラウンドで再度優勝を果たし、フォーミュラ日本第7戦富士ラウンドの第1レースで初優勝をポール2ウィンで飾った。2009年はスーパー GT にのみ参戦、開幕戦岡山ラウンドでは激しい雨の中毒走し優勝を果たした。2010年はスーパー GT には引き続き近藤レーシングから参戦し、フォーミュラ日本には チームインパルから参戦。スーパー GT 開幕戦鈴鹿ラウンドにおいて荒れた、コンディションの中タイヤ無交換作戦で優勝を果たした。決勝が行われた3月21日は、アイルトンセナの生誕50年にあたる日だったため、ツイッター上で、今日の勝利をアイルトンセナに捧げるとつぶやいた。フォーミュラ日本では、開幕からシーズンを通して安定した成績を維持し、2勝を、 アゲチャンピオンを獲得した。なお、オリベーラ自身はスタートが得意であり、その評価は高い。星野和義は、一番欲しいのはオリベーラ。とコメントしたり、近藤正彦からは、彼にどんなに助けられたか。という評価を受けている。2011年には、ツインリンクモテでのインディカーシリーズ、インディジャパンザファイナルにスポット参戦を果たしている。 2020年のスーパー GT GT300 クラスにおいて D ステーションから近藤ーレーシングに移籍するドイツフォーミュラ3選手権全日本フォーミュラ3選手権フォーミュラ日本スーパーフォーミュラインディガーシリーズありがとうございます